アメリカはアメリカ海軍のキティホーク級航空母艦の3番艦。その名を付けた艦艇としては3隻目。1965年に収益し、経歴の大半は大西洋と地中海で積み重ねられたが、ベトナム戦争時には太平洋に3度展開した。湾岸戦争では砂漠の盾作戦、砂漠の嵐作戦に参加している。 1995年9月の最終公開では、通常6日をかけて行われる大西洋横断を3つのハリケーンといくつかの熱帯暴風雨を回避するため3日間で行い、ボスニア・ヘルツェゴビナの沖合でステーション艦任務に従事している。アメリカは人名が名付けられなかった最後のアメリカ空母であり、1946年のクロスロード作戦後に、 初めて標的艦として用いられた大型空母でもある。アメリカは2005年4週間のテストが行われた後、記念艦として保存する、要を要求する元乗組員たちの抗議にもかかわらず、ハッテラス岬沖で海没処分された。アメリカは海没処分された史上最大の艦であった。当初は、 エンタープライズ級原子力空母の二番艦として建造される予定であったが、エンタープライズの建造費が大きく膨らんだため、原子力空母としての建造はキャンセルされ、通常動力型のキティホーク級の遺跡として再発注された。アメリカは九百六十一年一月九日に、バージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で寄港し、九百六十四年二月一日に、 アメリカ海軍作戦部長のデビッド・マクドナルド、提督夫人によって、命名、浸水した。1965年1月23日に、初代艦長、ローレンス・ヘイワース・ジュニア大佐の指揮下、ノーフォーク海軍交渉で収益する。1965年3月15日まで、ノーホークで偽装が行われ、ハンプトン・ローズで準備を行った後3月25日に、 バージニア岬沖での作戦活動に入る。4月5日に初のカタパルトによる搭載機の発艦を行い、ケネス・オースティン中佐式する飛行部隊が A-4、シースカイホークを操縦した。その後カリブ海に進出し、アメリカは成長巡航を行い、6月23日にグアンタナモ湾で巡航を完了した。7月10日に成長後の信頼性試験のため、 ノーホークで入居し、作業は8月21日まで行われた。8月後半からバージニア岬沖沖及びバミューダ諸島の作戦海域で活動し、9月9日にノーホークに帰還する。9月25日に j o c ップ少将が座上し、アメリカは第二空母打撃軍の帰還となった。ありがとうございます。